今回紹介するスレはこちら。オティヌス、朝起きたら身長が元に戻っていた。オティヌス、一応念じれば服ごとあの妖精サイズになったり、この元のサイズに戻ったりできるみたいだな。なんでかは知らんが便利だな。神上と馬って、なんでさっきから元のサイズの状態で俺に品だれかかってるんですか？神ヤンが抱かれてしまう。抱く側の可能性は？無理だろ。上条さんそういうところヘタレだぞ。行け、前から行け。いつか本当にそうならねえかな。インデックス以外に勝てるやついんのかよ。ツンデレ除去ミサカと記憶デバフ消去ミサキチ。ミコッちゃんのツンデレはまあわかるけど、ミサキチの記憶デバフは正直消えてもそこまでな気がする。リセットされるから大胆な行動取れる面もありそうだし、デバフによってヒロイン欲が上がってる部分もある。風呂で一緒に寝そう。寝てる間に童貞食われてそう。人間サイズに戻るならもうちょいまともな服着ないと通報されるぞ。そこでこのとあるイフの服装を。不思議ですね。半分くらい通報されてもおかしくない。ちょっとスケベすぎませんかね、この神様。拘束したアラディアをその辺連れ回しても案外なんとかなるのが学園都市だし、平気平気。神庵が用意した衣装もいくつかあるしね。オティヌスとかいう10周年映像に出ただけでアニメに一切出てこないにもかかわらず、とあるのソシャゲの顔になってる化け物。オーディンってゼウスみたいにやらかすやつなの？本家大元のオーディンはともかく、オッケの元ネタのゲスタダノールムのオティヌスはそう。原点ではオティヌスがロシアの王女様を孕ませたので神々の恥じゃんと追放され、オティヌス代理としてやってきたのがオッテルス。ちなみにオティヌスはその後は色で地位を取り戻したよ。ただこのゲスタダノールムは作者がキリスト教徒、カッコなので作者から見たオティヌスは異教の神、それも野蛮扱いされやすいゲルマンの神様で、しかもデンマーク王家の歴史書、カッコなのでデンマーク王家の祖先じゃないオティヌスはまあ運なので、オーディンの扱いはめちゃくちゃ悪いっていうのを踏まえてみた方がいいかも。意外と胸あるんだな。本人も創薬で決してないわけじゃないとか言ってた気がする。大佐コスが意外と大きくてびっくり。正直陰さんに隠れながらエッチなことする神オケは見てみたい。神嬢さんが風呂に入ってる時にタオル巻かず隠すことすらせずに普通に乱入してくるだろうな、このオケヌス。価値観というかストーリー的にもだいぶ楽になるか？でもこいつ意外とリアクション担当なとこもあるしな。言うほど？多分これ設定的にはサイズ変えられる以外魔術使えるようになってるわけでもないだろうし。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。